どうもこんにちは、マイザーさんです。今日は景色が違いますね。なんとですね、今試験を受けに来たついでに浜松の YSP に行きまして、 WR250X を試乗しています。ちょっと走ってきたんだけどさ、意外に足はつきますね。この音、何この短気筒の、すごいね、これバラ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 っていう。面白いなんだこれ。あ、ちょっと待って、雨降っとるじゃねえか。いやもうね、エッセンと何が違うってね、いやもう比べる前もね、つかも全部違うわ。もう車格も排気量も車重も馬力もトルクも全部違うで、比べちゃいかんけど、初めてモタード乗るんすけど、何これ面白い。250っていう意味でいくと、まあやっぱね、アクセルがガバッと開けてもね、割と平気ってか全然平気、回して乗るって感じだね。楽しいよこれ、欲しくなるよ。あと姿勢がなんつってもめっちゃ楽、ある程度の長距離ツーリングだったら全然ありだね。思ったよりね、足つき悪くない。もっとね、すごいシート高高くて片足浮かせないとつかないんじゃねえかって思ったけど、意外にね、つくしね。で、軽いでしょ。で、これね、これね、これめっちゃ回せる、エンジンめっちゃ回せるの、めっちゃ楽しい、これ。いや、エッセンとはそれは全然違うけど、めっちゃ楽しいね。いや、めっちゃ面白い。これ面白いよ。面白いよ。欲しくなっちゃうよ。まあね、なんで WR250X に試乗してるかというと、最近ね、見てる動画の中で、お、なんだこいつ。これバンバンっていうこの音。たまらんね。まあそう、最近見てる動画の中でね、ユウ・オザさんっていうのかな、あのレッドブルカスタムをねしてる WR250X に乗ってる人がいて、あのその人の動画を見るのにちょっとハマってまして、もうね、そっからですよ、もうホットヤードたまらんなと思って、あ、いいなと思って。あとね、もう一個興味持ったのは、自分がいつも担当してるお客さんの社長さんで、オフ車とかモタードばっか乗ってる、4台ぐらい持ってる人がいるんだけど、その人にね、こう今節いろんなことを話されて、まあそう思ってね、いろいろ YouTube で見てるうちに興味を持っちゃって、でしかもすごいやっぱ運動性能はいいじゃないですか、どう考えても。だからね、今日乗りに来て、あの人ね、まあ、試験ついでとはいえ乗りに来ちゃったんですけど、いやー、やばい。いいよ、すごくいいよ。このメーターめっちゃシンプルだもんな。もう一個、このね、このバンバンって音ね。単気筒 250cc、チタンバルブとか入ってるっつってな。250のモタードにそんなもん起こるのかと思ったけど、でもやっぱね、大体ね、買う人はセローとWRを乗り比べるって言ってたんですよ。で、セロー乗った後にWRを乗ると、もうWRすげえってみんな言うらしいです。で、みんなWRを買っていくっていう。まあね、WRの素性とかについては僕全然知らないんですけど、もうとりあえずその格好と、あとその自分が最近見てる YouTube の動画、単純にその影響で、乗ってみたって感じなんですけど、いや、いいね、この回せる感じと、すごく軽快な感じと、やっぱなんすかね、短気筒だけど割と結構トルクフルだよな、すごいいいっていうか、いいよね。いいよね。目線めっちゃ高えわ、なんかエッセンとかに比べるとトラック乗ってんじゃねえのっていうぐらいな目線の高さな気がする。だってもう前の車の屋根とか僕の視線的には見えてるからね。いやー、すげえ面白い、このバンバンっていうこの音ね。こりゃちょっと本当にセカンドバイク買うっつったら、バリオスの次ぐらいの候補に入れとかなきゃ。もうね、ニーハンについてはもし何か買うっつってもフルカールはいいわっていう感じなんで、エッセン持ってますからね。
意外に足がついたのが本当ね、ちょっと意外だったけど、すげえ楽しいよ。しかも純正でもマフラーの音結構さバンバン言うし、エッセンの時はなんかちょっともうちょっと風切り音があったんだけど、これはなんか破裂するようなね、ハーレーとは違う、あのバタ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 っていう、バラ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 みたいなじゃないけど、ちょっとこう破裂音みたいな感じのこの音、まあそれもなかなかね結構いいというか、ちょっとオフ車っぽいというかね、元がね、いやいいよね。モタードとかもほんとジャンル違いで全然興味なかったけど、すげえわー。いやほんとね、これ普通に足ついてるっしょ。まあかかとは浮いてるけど足つくし、4分の1ぐらいかはついてるからね、これ。いやーもうなんかね、この音ちょっとあれ欲しいね。でもタコメーター欲しいね。アナログメーターじゃなくて全部デジタルなんで、どうせねつけるんだったら ZX10R のメーターみたいな、あとまあ車で言うんだったら S2000 のメーターみたいな、デジタルのこうバーでね、こうベーンベーンってこうバーで動いていく、あのタコメーター、ああいうタコメーターがいいな。いいな、なんか乗ってみるとね意外に小ぶりに見える。じゃあね、このね僕ね黒と金っていう組み合わせがすごい好きなんですよ。エッセン WR っていうのは赤い色で書いてあるんで、ステッカーが、デカールが片側1枚1万円弱もすると言われている、あの純正のステッカーですら色が赤というだけで容赦なく剥がしちゃうぐらい黒と銀という組み合わせが好きなんで、もうねこのもともとゴールドで、しかもこのアルマイトしてあるのかな、すごい光る。純正でこれはすげえいいと思う。下手すりゃ普通だったらマルケジーニとか入れちゃうんじゃねえのみたいな感じだけど、これこのままステッカーにさマルケジーニって書いたら分かんねんじゃねえかって思うよね。で俺はもうなんか全然、ああもうめっちゃ軽快、何これ超楽、超楽だけど戻る道全然分かんねえぞこれ。20分ぐらいで戻ってきていいですよって言って、もうそろそろ20分経つんだけど、これどうやって戻ろう。あとね一個ちょっと気になるのはね、あの GoPro のカメラの向きをね、あのエッセンみたいにこう前傾姿勢になってる時に前と手元が映るように設定してるから、今この姿勢でねこの手元が映ってるかどうかはちょっととっても心配ですけど、どうなのかな、映ってっかな。おお、意外に低速トルクも持つよね。演奏とかしないもんね。ほんとちょっと帰り道は分かんねえぞ、どうしましょう、帰り道が分かりません。どっち感がないんで帰り道が分かりませんよマジで。ちょっとお調べますかね、ちょっとマジ雨降ってきてっから、やべ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 、 GoPro が死ぬ。もう車重が鬼軽いよ今、この向き変えのクソ楽だもんな、めっちゃ軽い。もう U ターンとか全然怖くねえ、全然怖くねえし、今この歩いてバックするのもめっちゃ軽いもん。乾燥重量で130キロぐらいって言ったかな、超軽い、めっちゃ軽い。モタードすげえな、こんな軽いんだ。いやほんと取り回しとかつま先しかついてないのにスススってバックできちゃって、もうめっちゃ楽だ、すげえわー、そういう意味でも感動するわ。やっぱ畑違いのバイクってすげえな、新鮮だわ。まあ、250のバイクに乗ったのは言ってもね、これ実は2回目、前乗ったのはバリオスなんだけど、いやほんとね何この違い。まあそれはそうか、まず車重だよな。バリオス何キロあるか知らんけど、WR については130キロぐらいさっき言ってたから、いやめっちゃ軽いわ、この軽さは武器だな。あんまり速度が出るとこの姿勢も相まってバッサバサに風を浴びるだろうから、どうなのかっていうのはあると思うけど、 MT とかトライアフのスピードトリプル、あとストリートトリプル、それからエッセンかシングル R か、ああいうねストリートファイター系も
乗り味はね、やっぱエッセンの一番の欠点は乗車姿勢とかね、そういうのもやっぱ大きいのがあるんで、差としてはちょっとね、長距離ツーリングに行くといよいよ腰が痛いってことになるんで、その辺を考えるとね、やっぱエッセンと近いぐらいのパワーを持ってデザインも似ててかつ姿勢は楽っていうね、エッセンシングル R、 あれは結構魅力的なんだよね。実際ね、乗ってないけどね。この間BM のディーラー行ったら、新古車でありますよみたいなこと言われたけど、いやいや買えねえっすからっつって、そんなすぐ買えねえっつのみたいな、エッセンフルカーボンになったばっかじゃんみたいなね、そんなすぐ買いませんよってちょっと、ね、とりあえず丁重にお断りしときましたけど、次は何乗ろうかな悩んじゃいますね。はい、じゃあディーラーに戻ってきましたんで、いやー本当面白い。また試乗の動画とか撮れたらね、撮りたいと思いますんで。あ、違った、おっとっとっと、気抜いちゃいかんですね、最後までね。ドゥーン、ドゥッドゥッドゥッドゥーン。MT-07 です。なんとね、ちょっと続けて乗りたいのあったらいいよっていうことで、またこれまた全然違うストリートファイター MT-07 に乗らせて